本日はちょっと声がしゃがれてますけども、大阪に来ております。なんで大阪にいるかというと、今日は、ミンノさんのランニングのイベントにちょっと参加させてもらっております。このね、声が枯れてる正体は、この間ね、1日9時間ズームしたんですよ9時間ズームしたら声枯れましたっていうわけで、ちょっとあの声はお聞き苦しいんですけども、今日ちょっと爽やかな感じでお送りしようかなと思います。一応今日体調の方は、体調はバッチリグーグーグーです。で、昨日はあの有明の方の、いろんなアーティストが出る、まあフェスじゃないけど、まあ、ライブに行ってて、でまず朝一で東京駅に大阪のこのランニングウェアとか全部荷物を持ってってロッカーに預けて、有明にライブ見に行って、そこから東京駅行って新幹線に乗って来ました。めっちゃ元気じゃない？元気ですめっちゃ元気やなと思って、私自分でも、まあ、練習会とはいえ、まあ伊岡さんの今日の走りの自信の歩道はっていうところでも伺えればなっていうところですけど、どうする、終わってくたくたにも歩けませんとか。でも10キロやったら楽しく走れると思うので、まあ、皆さんについていけるようにあとは普段とは違う場所で走るっていうところも、確かに、なんか大阪仕事で来てもそんななんかね、ゆっくりランニングする時間とかはないんで、今回はランがメインなので、水野さんのっていうことで、ちょっと衣装もね、めっちゃ可愛いですよね。めっちゃ可愛いし、ここにもなんか荷物入れられるポッケみたいなのもついてて、ああ本当だ。あとなんかね、ここにもなんかいろいろ入れられるっぽい鍵とか、例えば家の、ああすごい、あそうなってるんだ。これはちょっと私、めちゃくちゃ嬉しくて、これは東京帰ってもずっと着たいと思います。いいですね靴もね、なんかすごい走りやすそう。やっぱもうね、どんどんランニングシューズの機能が上がってるので、私がランニング始めた時、多分もう10年ぐらい前、だけどそこと比べても全然違うかも、シューズの特徴とか作りとか、めっちゃ眩しいから多分ずっとブスやと思う私、すいませんお綺麗ですよ、ありがとうございます。じゃあ今日は頑張って走りましょう。頑張りましょう。本日は大阪マラソン2023、レディーレディーマラソン第1回目ということで、皆さんと一緒に楽しく大阪マラソンに向けて頑張る日にしたいなと思います。よろしくお願いします。いってらっしゃい。暑がりなんですよ。暑いですね。まだまだ暑い。真冬のランニングが一番最高。夏はめっちゃ日焼けするし、暑いし、本当に走れなくなっちゃうんですけども、ようやく私の季節が来たからっていう感じです。あ、いいですね。秋になるといつもなんか急に元気になるの。それまでずっと元気ないの。6月から9月頭ぐらいまで。
最近元気になってきた。すごい辛かった今年も夏。私の夢はいつか老後は寒いところで暮らしたい。一年中寒いところでどうか暮らしたい。だからよくね、ハワイに移住したいとか皆さん言うけど、私多分ハワイに移住したら溶けちゃう。確かにね。泣くんですか？ありがとうございます。水野さんすごい、水野さんすごい、水野さんすごい、あ、すごい、見てくださいこれ、すごい収納になった、ほら、ほら、上着が、え、すごくない？え、ちょっとびっくり、びっくらぽんです。すごい、本当にマラソンしやすいように作ってあるのね。すごいですね。OK。 走るコースは橋が今のところ多いですね。ね、多いね。でも本当大阪マラソン楽しそう。今日はね、説明するの遅くなったんですけど、あの、はい、大阪マラソンのポイントとかを、はい、各要所要所で説明しながら大阪マラソンに挑まれる皆さんと一緒に走るっていうランニングイベントです。ほうほうほう。だからさっきからあのこのカーブはこうやって走った方がいいよとか、ちょっと人に巻き込まれないように左受けといた方がいいよとか、そういうアドバイスをコーチの人がしてくれて、みんなで参考にしてるっていう状態です。東京マラソンとか名古屋もそういう練習会あるみたいだけど、私も次フル参加するときはこういうのちゃんと参加してから走りたいな。コースを知るってめっちゃ大事だから。仕事もランニングも一緒や。さすが。4キロぐらい地点で今走りましたけど、体調は大丈夫ですか？体調は全然、うん、グググです。走ってる時のモチベーションは何を食べようかこの後っていうのがいつものルーティンな気がする。今回10キロですけど、うん、もし長い時って補給食的なのって持ってたりするんですか？レース、しっかりレース走る時は持ってる。なんかちっちゃいジェルみたいな。へぇ、ジェルなんだ。すごいカロリーがあるやつ、うん、をよく持ってる。ちょっとキュッとしてた。あとは普通に街中走るんやったらいつでもコンビニ行けるから、おあのウィダーとかそういうの食べるかな。逆に私痩せないもんね、走りとか走ってるときは。全くそのイメージないですからね。全然運動全くしてないときの方がお腹空かないから。ああそうなんだ。食が細いけど。あ、でもなんかそれいいですね。食べるのを美味しく食べるために運動する。そう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 。もうね、幸福とか全然違う。おやっぱご飯はね、食べた方がいいよ、美味しく。今8キロ地点、あともうちょっと、はい、あとちょっと、うん、グリコです。グリコですとか言って、私はアナウンサー事務所いるのにもうダメだよね。いやグリコですとか言ってね、思ったよりすごい気持ちいいね。ね、気持ちいい。すごい後半で結構きついのかなと思ったけど、うん、多分最後のあと2キロぐらい、うん、をこのさ、御堂筋のすごい目が楽しい、うん、ワクワクしながら走れるコースやからっていうのもあるかも。いや、かなり今日はちょっと大阪の街をぐるっと、いいですね、10キロでこんなぐるっと回れるんやっていうびっくりもあるかも。うん、なんか、うん、コースもすごいいい感じなんだろうね。うん、そう、楽しいって言ったのが分かる、うん、大阪そのものの街をね知れる、ね、ちょっとあと頑張りましょう。はい。お疲れ様でした。
いやー、後半すごかったですね。いや、気持ちよかった。最高の並び日和でしたね。